皆さんこんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。聞こえますかね。聞こえますかね、皆さん。はい。今日ちょっと新しい機器を仕入れました、ね。はい、はい。音声のキャッチがうまくいってるかどうかがちょっと気になるところですけれども、はい、皆さんいかがでしょう。聞こえますか。はい。あ、接続できませんでしたってこっちに。なんだこれ。あ、こんばんはになってる。こんばんは。はい。ヒロロさんこんばんは。ヒロロさんこんばんは。あ、どうも皆さんこんばんは。ウェーイ。今日一発目のウェーイがありました。ありがとうございます。あ、島さんこんばんは、はい、こんばんは。あの、皆さんウェーイで挨拶してください。はい、まだ最初なので、はい、ありがとうございます。ウェーイ。キーコさんですかね。キーコさんかな。ありがとうございます。はい、はい、2月13日、ヒロシキャス始まりました、はい。本日は予算委員会をヒロシが切るということで、はい、はい、始めていきますが、はい、その前に大事な大事な告知をお願いします。そうですね、はい、あの予算委員会、あの皆さんね、あの注目して、見ていらっしゃったと思います。能登半島の問題や裏金問題、それから統一教会問題も新たなね、あの問題がいっぱい出てきてですね、お茶かける銃って何なんですかね。お茶枠。あ、ありがとうございます。ウェーイ。スタンプですね、はい、これいただけると。であの最初になんか告知をしてくださいっていうことなので、はい、あのぜひ、X、旧 Twitter のフォロー、 YouTube の登録、はい、インスタのフォロー&いいね、よろしくお願いをさせていただきたいというふうに思いますし、そしてまたご寄付をですね、皆様に頂戴をできればというふうに思います。あのクレジットカードでの、あの決済も可能なシステムをご用意申し上げておりますので、皆さん、ぜひぜひ、ご協力をお願いします。はい、はい、告知、はい、よろしくお願いします。はい、スタンプすごい飛び交ってましたね。お茶だったり花火だったり星だったり、いろんなスタンプがあるんだなみたいな。で、先ほどですね、一番最初にこんばんはって言ってくださったヒロロさんが、うん、最近忙しくて国会見れないのでよろしくお願いいたしますということで、うん、なるほど、はい、私も、なかなか新聞撮ってても見れてないので、はい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 、今日は川内さんに詳しく国会の様子を聞きたいなと思っている一人です、はい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 、ということで川内さんがこの国会予算委員会で注目したことからまずお話をいただければなと思うんですけれども。そうですね、あの何といってもですね、あの能登半島地震の初動の認識ですね、うん、初動の対応というより初動の認識を、岸田総理大臣はじめ、閣僚に、問うべきではなかったかというふうに思います。というのは、明らかにお正月元旦ということもありですね、に発災をしたということもあり、あの被害の状況の予想が大変甘かったというのはですね、これはもう、岸田総理の決定的な私はミスとしてですね、指摘をされなければならなかったのではないかというふうに思いますね。で、この前もお話ししましたけど、志賀原発の近くの都議というところでは、あの3000ガルのですね、2828ガルの地震加速度、重力加速度が観測をされていたわけで、それを考えるとですね、相当な家屋が倒壊をしていたであろうということは、あの想像に難くないし、その倒壊した家屋の下でですね、生き埋めになってらっしゃる方々を、もう寒い寒い、冬の状況の中で一刻も早く救出をしなければならなかったということを考えるとですね、対応が被害状況に対する認識が間違っていたと
おねえ、ブスカちゃんも言ってますよ。長谷知事と岸田首相の初動認識が甘かったのは明らかだよと。そうなんですよ。だってで、ね、あの岸田総理が地震発災から5時間後ですよ。5時間後に、特定災害対策本部で発言してるんですけど、5時間後にですよ、地震が発生してから。なんて言ったかっていうとですね、皆さん被害状況を把握してくださいって言ったんですから。あの東日本大震災の時には地震発災から1時間後にあの緊急災害対策本部が設定、会議を開いて、そこで菅総理大臣は47都道府県の警察消防 DMAT 全員出動してくださいと。そして自衛隊は最大限の対応をしてくださいということを発言してるんですね。それに対して5時間後に岸田さんは被害状況がよくわからないので皆さんよく把握してくださいって言ったんですから。地震とか津波とかあるいは大災害の時には被害が一番大きかったところからは情報は出てこないということがですね、我々が大災害で学んできたことなんですよね。でそれを考えると、もう地震が発生した時に大変な重力加速度を記録しているということは即座に判明してたわけですから、ものすごい家屋が倒壊しているというのは想像に難くないわけで、もう全勢力を傾けて救出活動に当たる。で、自分はまず現地を確認に行くと。だって公務員の皆さんだって正月だから、元旦みんな夕方の4時までみんな酒飲んでるわけですよ。そうなんですよね。これしょうがないじゃないですか、うんうんうん、ね、そういう時に総理が真っ先に被災地に飛んで、これは大変なことだと、全国の公務の組織はもう総掛かりで対応に当たろうといえばですね、みんな目が覚めてですね、ダーッと行ったはずなんですよ。だから未だにね、その時の対応がまずかったことが尾を引いて、ボランティアがうまく起動してないわけでしょ。でそういうことをね、私は予算委員会でしっかりと追及をし、もうこれだけでですね、私岸田さんはですね、内閣総辞職問だったんじゃないかと。もう裏金もそうだし、統一教会もそうだし、もう何回総辞職しても足りないからなんか居座ってますけどね、はい、逆にそうですね。こんな大きなことがどんどん起こってるのに、まだそこにいるっていうことが、なかなか理解しがたいんですけれども、その辺を予算委員会でまず指摘をすべきではなかったかなというふうに思いますし、まあ裏金問題で言えばね、国会が始まる前に検察が刑事処分については3人の方を起訴すると。で、まあ、長崎3区の谷川さんは略式起訴という形でね、もう罪を全面的に認めて議員辞職もされたということでね、まあ、今のところ谷川さん一人ですよね、責任取ってんのは。うん、略式起訴というところで、まあ、自分のもうブースカちゃんが言ってる通りなんですよ。うん、次の日に、だから緊急災害対策本部が災害対策基本法上ね、一番上の、災害対策本部なんですよね、グレードが一番高い。その次が非常災害対策本部で、今回5時間後にセットされたのは3番目の特定災害対策本部だったんですけど、しかも本部長は防災担当大臣ですからね、首相じゃないわけですから。で、さすがに岸田総理も焦ったんでしょう、
夜中のその日の夜中の12時近くにこれは非常災害対策本部にすると記者団に発表するわけですけど、会議は明日の朝でエースってなっちゃったわけですからね、うん、翌日の朝9時にやっと非常災害対策本部がセットされたと。いや、小木沢さんがなんで台湾の支援断った、私も本当そう思いますね。いろんなところが手を差し伸べようとしてるんで、うん、したんだけれども、いや今大丈夫ですみたいなことでしたよね、うん、だから今回の別に個人攻撃してるわけじゃないんですよ、うんうんうん、個人攻撃してるわけではなくて、うん、機関としての内閣総理大臣、うん、機関としての石川県知事がどのように考え、どのような情報をもとにどのように考え、どのように行動したのかということについては徹底的に検証されないと同じことを繰り返すんですよね。ですよね。機関だからこういうふうに、これがあったらこういうふうに動くんだっていうものがやっぱり確立していかないと、うん、あ、そうなんだ、ブースカちゃんは、あ、そうなんだ、私のところから、ね、私のところで、はい、キャスやって、ね、地元に帰る途中だったんですよね、大阪にいらっしゃったと、うん、ブースカちゃんのその、ちょっと前のつぶやきに、橋知事の発災後最初のツイートに、うん、奥能登が壊滅している様子が分かるホワイトボードの画像があったって書いてくださってて、うんうん、だから、情報がなかったわけでは、情報はある程度その知事の元に届いてた。いや、それは当たり前です。それは当たり前です。現場は公務の現場はめちゃめちゃ優秀だから、いろんな情報を上げるわけですよね。それをどう判断するかというのが上位にいる人々の仕事であり、責任であって、だから今質問の中にもね、なんで初動に対する質問が少なかったのかと、これね、野党もね、もうちょっとね勉強しなきゃダメなんですよ。突っ込まなきゃいけないとか、ちゃんと突っ込んでおかないと次に残す必要があるわけですからね、はい、いや遅かったじゃないかっていうだけじゃですね、遅くありませんって言われちゃっておしまいなんですよ。はい、はい、いや細かく細かくやっていかなきゃいけないんですよ。だって政府がですね、遅かったじゃないかって言われて、内閣総理大臣がいや遅かったんです、すいませんって言うわけがないんだ。やつらは謝ったら死ぬ病なんですから。もうそれもそれもね、はい、たまにそんなの発病しますよね、うん、まあ、たまにじゃない、ずっと発病してますけど、うん、そこをうまく質疑していく必要があると。うん、だから志賀原発もね、変圧器のこととか、私ももっと細かくね聞くべきではなかったかというふうに思うんですよね。志賀原発は北陸電力の発表ではですね、地震加速度は300ガル台でしたと、だから大丈夫なんですという発表の仕方をしているわけですよね。だけどもこれね、被災地、地震の被災地の現場行ったらみんな分かりますけど、ある家はぺしゃんこに潰れてます。だけどその横の家は同じぐらいの年代の家なんだけどちゃんと建ってますと、いうことなんか往々にしてあるわけです。これどういうことかっていうと、地面の下のことは誰にも分かりませんってことなんですよ。動きが違うってことなんですよ、お隣同士だけど、この地面はこう動いたけどこっちはまあまあ動かなかったっていう、はい、だからそういうことを考えるとですね、地面の下は誰にもわからないので、志賀原発のサイト内で重力加速度が300ガル台でしたと、そのサイト内のどこって聞かないといけないんです、確かにここはそうだったかもしれない、こっちは違うんじゃないっていう。だから、志賀原発の原子炉の下の真下の地震加速度はどんだけだったんですかと、そもそも測定器置いてるんですかと、変圧器の下の加速度はどれだけだったんですかと、
測定器置いてるんですかと、もう細かく聞いていかなきゃいけないんですよ。いやだ、さっきその、まあ、台湾外国 の, その支援を断ったりとか、うん、まあ、国内 の, その消防隊の救援も、まあまあ、要請しなかったりとかしたわけなんだけれども、うん、それってなんかこう原発に問題があって隠してたんじゃないかって思ってしまうっていうコメントがあったんだけど、もしかしたら本当そうだったのかなってちょっと思っちゃうんです。いやだからそこはね、分かんないですよ。分かんないから、うん、まず事実を把握するために、原子炉の直下の地震加速度はどうだったんですかと、うんうんうん、だって都議という志賀原発のすぐそばで3000があるですからね。ですよね、うん、だからすぐそばだからといって志賀原発も、うん、同じように揺れたとは僕は言わないです、うんうん、分かんないから。だって地面の下のことは誰にも分かんな い, かんない。だから志賀原発のサイト内のある1地点が300ガル台だからといって、うん、全体が300ガルってこともないわけですよ、うん、そこ詰めていくのが質疑なんですよね。だから変圧器のことも何にも分かってないわけだから、そもそもあるのかどうかすら分からない、はい、はい、なるほど。だからそういうことを今回の能登半島地震のことについては質疑の中で明らかに、すべきだったのではないかということがありますね。さらに志賀原発のことばっかり話してもあれですから、あと避難所のね、さまざまな避難者に対する、うん、処遇についてもね、そのもうものすごい劣悪な環境に置かれるわけでしょ、雑魚寝ですと。もうものすごい寒いわけですから。もともと寒いところですからね。はい。でトイレもないわけですからね。トイレもない。うん。だからいつまで同じことを繰り返すんですかと、うん、いうようなこともね、やっぱりしっかり議論して47都道府県どこで災害が起きてもね、避難する人々が避難所でですね、人間らしい、うん、生活が送れるようにしなければならないのではないかというふうに、はい、思うところでございましてですね、名古屋でも発災時は東日本の時と似た異様な揺れでした。こげざるさんの TKB48 って何？ TKB48 なんだろう。TKB48 っすねって。デザルさんよろしかったら解説をお願いします。うん、TKB48 いそうですね。うん、ね、3.11 から10年以上経って避難所生活あるの本当ですよ。でなんか今二次避難になってる、まあ、旅館だったりとかホテルは今今度は観光客誘致の話が出てきてて、いついつまでに出てくださいっていう話になって、行くとこがないんですっていうのをなんか新聞で見ましたけど、うん、そうなってくると何のためのあれかな、トイレ、キッチン、ベッドを48時間以内に。ああ、すごい。同意します。はい、48時間以内に、うん、もう一度皆さん覚えておきましょうね、 TKB48 48、分かりやすいですね、うん、あれですよね、納税免除納税猶予についてはね、コロナの時も納税免除納税猶予は財務省や、うん、あるいは総務省からですね発表されていたので、まあ、当然に要請すればですねこれらはしっかりと政府としては対応をせざるを得ないと、過去にそうしているわけですからね、うん、ということになるというふうに思うんですけど、まあ、とにかくこの避難所の生活レベルっていうのは政府が国民のことをどう思っているのかということの裏返しなんですよね、うん、完全に大事にされてないなと思いますよね、はあ、様子見ると。いやだからこれね、うん、
わあかわいそうにって一言のように思ってちゃダメなんですよ。だって日本中どこで災害起きるかわかんないんですよ。そういう時にあなたもあのような生活レベルに置かれますってことなんですよ。明日は我が身だということなんですよね。TKB、トイレもキッチンもベッドもないと。はい、それは48時間以内に準備をすべきだということなんですよね。はい、今ほらもうみんな洋式じゃないですか、トイレなんか。ね、もうよ僕なんか洋式じゃないと膝が痛くて、ああでもそうですよね、行けないですよ。だけど全部和式だったりするわけですからね。もうそれだけで嫌じゃないですか。高齢者の人とかもね、もうなかなかですよ。うん、だからそういうところも含めてね、うん、ニュースでは免除はなく猶予しかない報道がされてました。あ、これはね、うん、申し訳ないけれども、うん、国というのは、うん、猶予はするけど免除はしませんって、まあ、コロナの時もそうなんです。なるほど、はい、なかなか免除まではですね、うん、はい、取るものは取り、とにかく取り立てると、うん、こんな時でも、いやだから国がそうだから、うん、余計にね、国としてやるべきことちゃんとやれよということをこっちは、うん、国民は言わなきゃいけないんですよ。分かったと、あ、免除でいいと、だけどもだったらお前らやることちゃんとやれよと、避難所ちゃんとしろよと、初動もちゃんとしろよと、ね、それでなんかやってるふりしてんじゃねえよということをね言わなきゃいけないっていうのが予算委員会のでの議論であるべきだということなんですよね。はい、はい、納税者意識、主権者意識がやっぱり、うん、なんかいつもね、うん、弱いなって思うんですよ、私たち、まあ、任しとけば大丈夫かなって思っちゃうんですよね、うん、まあ、それは人間ですから、うん、戦後戦争に負けてね、80年、もうずっと権力に洗脳され続けてきてね、権力に立ち向かうっていうかね、権力に対して、権力というのは国民のためにあるわけですから、その権力が国民のために使われなきゃいけないんですよ。だけどもなんとなくほら、なんか国民と権力というものは別々のものでね、うん、人たちは別な人たちなんだみたいな意識があってね、うんうん、そうそうなんですよ、うん、別世界みたいな、そう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 、ちゃんとやれよという意識っていうのはあんまりこうを持たないように、持たないように回せ権力がしてるわけですよね、うん、そのが楽だから、うん、だから避難所をちゃんとするとかね、めんどくさいわけだから、うんうん、だってその権力側にいる人たちはどんなことになっても自分たちはいい生活するんだから、そうです、ね、要するに我々は明日は我が身だけど、うん、権力側にいる人たちは自分たちはどんなことになっても大丈夫ですって、うん、温かいご飯と温かい味噌汁と、うん、ふかふかのベッドとね、うん、洋式のトイレがどんな時もありますっていうのが権力側ですからね。僕たちは体育館では寝ません。そうですよ。僕たちは寝ませんよ。はい。逃げるところがあるわけですよ。はい。確かに。そこがね、やっぱり僕らがですね、権力側に対して分かったとね。あんたたちは大変だろうからふかふかのベッドでどんな時も寝ていいよと、だけど一晩ぐらいこの冷たい床の上で寝てみろと、ちょっとここに寝てみなさいと、うん、一晩というのが国民大衆の、うん、仕事なんですよ、うん、ちょっと感じてみてと、うん、体験してみて、うん、でそこからしか、まあ、改善はしないと。そうなんです、そうなんです、はい、見て触れて、そしてどうし何が求められているのか、うん、確かにそのと、なんだろう、議員の皆さん、こんばんは、こんばんは、はい、急にこんばんは、今ウェーイですから、ね、3人刑事
責任が法務省から、うん、検察から問われてですね、であとは、まあ不起訴ということになったわけですね。だから法的責任についてはもう処分は終わったんですよ。びっくりですね。終了、びっくりですね。いやいや、びっくりなんですけど、全法制ですね、はい、びっくりなんですけど、あれで終了あった、あ、今すぐ出た、はい、納税やめちゃおっかなみたいな、そう、もう分かっちゃいますよね。なんか真面目に納税してることが馬鹿らしくなっちゃう。うん、いやだから、だけど納税をやめちゃうと国税庁に捕まりますから、はい、税務署に捕まりますからですね、庶民はですね、なかなかそういうことはできないわけですね。で、これに対する対抗策というのはじゃあどうするのということをやっぱり国会で議論してもらわなきゃいけないわけですよね。国会が始まる前に検察が法的責任についてはその処分を明らかにしたと。で、検察というのも行政機関ですから、はい、行政機関ですからね、そうそう、政府は一体なので、はい、政府は一体なので、もう検察が行政処分を決定したってことは、もうそれ以上はないってことなんです。なんで？はい、だから、いやいや、国会でだから岸田さんが政治責任を明らかにするって言ったじゃないですか。はい、だから法的責任はここで終わりだけど、うん、その他の人々については政治責任を追及していかなきゃいけないわけですね。そうか、うん、で政治責任という場合ですね、いろんな政治責任があるんですよ。まあ、自民党的にはね、自民党的には、離党勧告とかね、除名処分とかね、党員資格停止処分とかで、これはひどいねという時は議員辞職勧告というのもあるわけですからね。あるんだ、はい、あるんだって言っちゃうんですけど、はい、いやだから処分としてはですよ、あ、可能性としては、だからそういうことを言わせなきゃいけないんですよ、岸田さんに。それで責任あるって、うん、政治責任をこれから明らかにするって言ったわけですよ。だからじゃあどういう人はどういう政治責任になるのかってことを詰めていかなきゃ、細かーく出た、細かーく詰めて、はい、もうかり智恵さんも参加していただいてますけど、透明化がすごく大事だと思います。うん、まさしくですよね。確定申告も不明だし提出したくなりますね。はい、私は捕まりますけどね。全部不明でいいですかと、焦げたるさんも書いてる、みんなそんな気持ちになりますね。いやいや、もうみんなほら、居酒屋で焼け酒飲んでるようなね、俺らも不明でいたからなみたいな、やってられるかみたいな、ね、そう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 。だってもう広いですよ。だって見たらなんかこうネットニュースとかでも出てきますけど、その写真画像が出てきますけど、不明ってやっぱ書いてあるんですよね。かなり大きいの。そうそう、びっくりしました。それで不明ってどんなお金の使い方普段みたいな、やっぱそこも問われるじゃないですか、金銭感覚っていう。いやだからそういうことを含めて政治責任を明らかにすると、総理大臣、自民党総裁が言ったわけですから、不明と書いてあることは不明と書いてあっても、それを総務省は受理したわけですよね。行政としてそれを受け入れたんですから、おかしいじゃないか、おかしいじゃないかっていくら言ってもですね、私たちはそう思ってませんと思ういうことなんですよ。おかしくないんだ。そう、政府的にはおかしく、おかしいんですよ、むちゃくちゃおかしいんだけど、許せないんだけど、うん、政府としてはそれを受理してるわけ。受理してるってことはこれでいいんですってことなんです、政府的にはね。そうか、そこをついていかないといけない。そうなんです。受理していいのかっていうことですね。そうなんです。あ、受理していいのかじゃなくて、じゃない じゃなくて受理してるわけですから。あ、そうか、無視しちゃった。だからそういうことをした人の政治責任を明らかにするんです。岸田首相が一体上はっていうことです。うん。分かっていただけますかね。はい。なんとなく。ね、そう、いや、個別具体的な名前を挙げると恐縮、萩生田さんでしょ、不明不明不明、そうです、で萩生田さんって裏金も3000万近くあるわけですよね。じゃあ萩生田さんにどんな政治責任を取らせるんですかということを聞かなきゃいけないということなんです。萩生田さんは辞職レベルですよ、ハルオさん、ハルオさん、いや私もそう思います、思います。
だから、いやだからそれを岸田総理に言わせなきゃいけないということなんですよ。それが国会質疑か。はい。岸田総理は岸田総理でその法化してはいないけども、彼の事務所は それこそパーティーを開かないと成り立たないくらい収支の90何パーセントかなんかのパーティー売り上げで成り立ってるって伺って、うん、パーティーやめたらもう事務所が回らなくなるっていう状態で、だから悪いことはしてないかもしれないけど、そういう状態ってどうなのってすごくに思うし、そういう総理がじゃあそういうパーティー券でいろいろ裏金を作ってしまった人をしっかり追及できるのっていう素朴な疑問が、はいはい、あ立てられないかも立つわ、うん、まあある意味そのパーティーをねいっぱい開いてねお金いっぱい集められて、僕らからすればめっちゃ羨ましいわけですよ。だって私がパーティーしたって誰も来ないわけですから。そんなことはないんだけど、いやいや誰もパーティー券買ってくんないですよ。まあまあね、はい、あ そういうことじゃないしね、うん、っていうことです、うん、総理大臣という地位を利用して集めてるお金、うんうん、そうです。いろいろ疑問なんですよね、うん、それで何億も集めて、うん、また権力を強化してみた、はい、いやいやだからそれが自民党のビジネスモデルなんですよ。お金を集めてお金を配って選挙すると、うんうん、いうのが、そして権力を維持するというのが自民党のビジネスモデルなわけですよね、うん、はい、それをまあみんながもう自民党の皆さんはみんながやってるということで、今回まあ問題になっている、うん、だからその一人一人 の政治家としての政治責任を国会の質疑の中で明らかにしていくということが必要な、うん、わけですよね、うん、その、おかしいじゃないですかっておかしいんですよ、おかしいんですよ。だけどいや政府がですねおかしいと思いますとは絶対言わないんですから、言わないですね。だから感情論になっちゃいけないんですね、はい、あの二階元幹事長の50億だって、うん、おかしいじゃないかおかしいじゃないかって言ってたって、うんうん、おかしいとは絶対あの方たちは言わないでしょ。だから二階さんも連れてくるわけがないし、いやよくよくぞ政策活動費のことを聞いていただきました、うん、あのそう聞いたんですよね、はい、二階さんがね50億政策活動費を5年間で使っていましたと、それに対して岸田総理はどう思うかと聞かれたときに、ね、適切に使われていると認識していると言ったわけですよね、はい、適切に、適切に、これどういう意味か分かります？適切にちゃんと使って法律違反はしてない、適切に使われていると認識していると答弁してるんですよ。これどういう意味だか分かります？だからね、そういうことをね、もうみんながね、よく考えないといけないってことなんですよ。総理が何か言ったときに、これどういう意味なんだと。適切に使われ、適切に使われてるわけねえじゃねえかと。なんでそんなこと言うんだと。みんな思うでしょ。うん、だけど、これ適切に使われていると認識しているという言葉の意味は、おそらくですよ。そこを詰めていくとですね、法律違反はありませんって言ってるんですよ。やっぱりそういうことですね。法は犯してないよ。そうです。法律上は政策活動費というのはどう使おうが自由なんだから。どう使おうが自由なんだ、うん。今の法律に照らし合わせれば別に何も不適切なことはありませんってただ言ってるだけの話で、ね、何に使ったか、例えば二階さんがね、なんだかその例えば個人的なことに何億も使いましたとかね、万々が一あったとしてですよ、万々が一あったとして、それは不適切じゃないですか、ね、はい、だけどもそんなことは関係ないんですと、とにかく法律上はもう渡っちゃったものは渡しきりなので、
適切に使われていると認識していますと。だから適切に使われていたとは言わないわけですよ、ね、うん、適切に使われていると認識しているって言ってるだけの話だ。例えなんか変なことに使ってたとしても二階さんはそれが必要で使ったんでしょう、はい、だから適切に使われたと思います、うん、みたいな、はい、ちょっと川内さんこう特別枠で出れませんかね国会。え？今すぐ戻る方法はないものか。ね、BH でも。そう、なんかこう、なんかね、こう画面でもいいので、ちょっとダイナみたいにね、ダイナインです。いやいや、だからあのあれなんですよ、あの。陽子さんが難しいよね、縛り付けると金が、そう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 、お金がない方の首から絞ったりするとね。そう。だからあの。闇パーティー、岸田さんがね、あの有志の方に、総理就任パーティーを開いてもらって、その上がりをね、寄付してもらっていたと。闇パーティーじゃないかと。政治資金収支報告書に出ていないと、そのパーティーのことがと。闇パーティーじゃないかと。一生懸命、言うんだけど、政治資金規正法上、企業団体献金のは認められてるわけですよね、現行法で。で、団体という言葉にあの任意団体も含まれるので、団体献金はいいんですよ。闇じゃないんですよ。だから岸田さんはあのこうまあさおかしいじゃないかと言われればね、おかしくありませんとは言い張れないので、ふにゃ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 言いながら、あの法律にのっとって処理されていますというだけなんですよね。だから問題の本質は企業団体献金なんです。そこをどうこう、うん、まあ、法規制をしていくかっていう。はい。そうだから企業団体献金を禁止するということをしていかなければならないし、企業団体献金を禁止してもですね、今度は企業のですね、例えばあの役員に役員賞与をですねドカーンと払って、その役員賞与から個人献金してですね、で、というようなことを、まあ、脱法的なことをどん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 、いやかもう彼らはあのお金を集めるプロなわけですから、抜け道はなんぼでもある。いや自民党はもう政党じゃないでしょ、うん、集金団体でしょ、いや集金団体、いや集金団体でしょ、でその集金団体の中から権力者を決めて、あのその人たちがあの好き勝手すると、権力を欲しいままにすると、うん、集金団体、うん、まあ、健太郎さんが、うん、自民党は積みでも負けましたと言わない、積んでてもね負けましたと言わないのが、うん、将棋盤ずっと将棋盤ずっと引っ張っちゃう、はい、なるほど、大手させないよって言ってた、面白い。いやだからルールをあのゲームの途中でね変えるというのは、うん、サッカーゴールをどんどん引っ張る。いやだから権力者はあのそういうことを平気でやるわけですよね。そういうもんだと、権力者というのは思いながら戦うということがこっち側大事で、だってあの欧米系があの支配してるスポーツじゃ日本人がこう優秀な成績取るようになると平気でルール変えるじゃないですか。変えますね、簡単に。特にウィンタースポーツは、はい、あーそうなんですね、はい、フィギュアでも何でもコロコロ変えたけど、はい、はい、まくりますよ。だからあの力のある人っていうのはそういうことをまあするわけですよ。すごい、私純粋に信じてたよ。すごい、そうか。そうっすよ。悲しい。いやカルトで集金団体なら統一教会そのものじゃないですかと。ですよね。あのだって自民党と統一教会は表裏一体でしょ、うん、だったわけでしょ。でこれもね。岸田総理が今回の予算委員会で統一教会のことに関してね、未来に向けて関係を断ち切ると、うん、すぐじゃないですよ、うん、未来に向けてってものすごい曖昧な表現でしょ、なるほ
うん、いつですかとかね、いつかなんか、うん、1万年後かなみたいな、私は今すぐって思ってますけどね、うん、そこをつぶつ、いや、なんとなく要するに関係を断ち切っているかのような答弁に終始してるわけでしょ、未来に向けてとかね。でだからあの森山文科大臣のね、推薦確認書もそうですけど、署名してるわけですから統一教会と契約結んでるわけですよね。で選挙の応援受けてるわけですよね。で契約の場合クーリングオフできるのはある一定期間だけですから、よく読んでなかったとかなんかもう通用しないんですよね。それはちょっと驚くんですよね、そのよく読まずに何々したとか、うん、たまに言うじゃないですか、うん、え、国会議員ってか社会人としてどうなのそれって思うんですよ。だからそれはね、自民党所属政治家たちの本音は、うん、いや僕たちは悪くないんですと、統一教会さんが勝手にやったんですよと言いたいわけですよ、うん、勝手に応援したんですよと、うん、勝手に電話かけしたんですよと、うん、勝手に個別訪問してくれたんですよと、ね、勝手に集会してくれて僕はたまたまそこ行っただけなんですよと言いたいだけなのかもしれないけど、しかしサインしてるっていうのは契約を結んでるってことなので、契約が解除されない限りはその契約は有効なんですね。だから森山さんに聞くべきは、いやあんたね、分かったと、じゃあ統一教会に契約を解除するという連絡をしたのかと、いつしたんですかということを聞かなきゃいけないんです。大事に任命される前なのか後なのか、はいはいね、もししてるとすれば、してるとすれば、してないでしょうけどね、はい、それしてなきゃですね、現在も関係は続いてるわけだから、当然解散命令請求を出す文科大臣の立場と、統一教会と契約を結んでいる森山さんという立場は利益相反になるので、うん、辞任しなきゃいけませんねという論理的帰結になっていくと、またその森山さんがだけじゃないけど自民党がそのやったそのアンケートもな2問でしたね、質問がね、うん、でしかもなかった、あったっていう順番で聞いている、うん、なんだっけ、そのね、返金問題があったら、うん、なかった、あった、うん、なかったって答えろってことかなみたいな、うん、まあなんかね、アンケート誘導してましたね、思っちゃうんですけど、うん、なんかもう本当はっきりさせる気あるのみたいな、ないんですよね、うん、いやだから はっきりさせる気なんかさらさらないわけですよ。とりあえず立ち前やりましたよ、はあ、一人一体なんです、ね、いやいやだから自民党に今さら何を期待するんですか皆さん、ついやっぱりこれ、いやなんか調査で明らかになるとでも思ってるわけついこれやっぱなんだろうな、え、いや僕はねもうみんなねすごい人がいいんだなと思うなんか自民党の調査に文句つけて、なんか自民党がちゃんとした調査でもすると思ってるのだろうかみたいな。思ってない。確かに。大先生、大先生、野党が作れば違うんでしょうけどね。はあ、確かに。内部調査ですもんね。そうです。そうですよね、しかもドリルを、誰ですか？ドリル優子。はい、ドリルとかが入ってたわけですよ、ね。はいはいはい。あなたが聞くのっていうね。うん、ドリルの件、お聞かせ願えますかって感じですね、うん、今からですけど逆にドリルの件どうなったんですかっ、ね、てか、ありえないですけどね、それも本当にね、いやだからありえないことが起きてるわけですよね、うん、で、みんなおかしいと思ってるし、うん、ありえないと思ってるわけですよ。この前あるあの男性の方がね、ずっと自民党に投票してきたけど、うん、こんなことを自民党にさせるために投票してきたわけじゃないと、一体何なんだとおっしゃるわけですよ。もう善良な一市民の方ですよね。まあ期待してたわけですよね。で多くの方がそういうふうに気づいてらっしゃるとすればね、ということを私は期待したいけれども、だからもう
気づいてる人は自民党に期待しても無駄だと思ってる。だけどちゃんと調査せよとかね、ちゃんと調査するわけなんかないじゃないですか、そもそも。そうですね、川内さん側の私ですらそうちゃんとしろよと思いましたからね。いやだから これはね、誤解を恐れずに言えば表になった裏金だけで17億あるわけですよね。表になった裏金だけで17億、要するに5年間で、安倍派、岸田派、二階派、この3派で、表になった裏金が17億と、まだ表になってない裏金はどんだけあるんですかということを考えなきゃいけないわけですよ。氷山の一角だから。いわゆる見つかったと思ったらもっとあると思うみたいな、うん、それプラスこの間のね、辞めちゃった官房長官とか官房機密費5000万、うん、辞める前にいやいや、そんなこと言うんだったらね、民主党政権の時に民主党が政権取って鳩山さんが総理大臣になりましたと、すぐサミットがありますと、でサミット行くお金、用意しなきゃいけないわけですよね。お土産買っていかなきゃいけないしね。で官房機密費、官房長官の部屋にある金庫開いたらね、何も入ってなかったと。自民党がごっそり持ってってたわけですよ。あ、政権交代した。そうですよ。でもそのお金ってそんな風にこう勝手に動かしていいものなんですか？だって領収書いらないんだから。いらないし、もうそもそもあったのかどうかそれもわからない。いや、あるんですよ。いやいやいや、もうどんだけ人がいいんですか。どんだけ人がいい、まあ、もしかしたら政権擁護派ですか。いや違う違う、いやそう思わせたいのかなって。あるんですよね。あったわけですよ。まあ、そういう党だから、はい、ちょっと辞める前に。いや、常に官房長官の金庫には何億円か入ってるんですから、うん、そこから使ったらまた補充されるんですから、うん、おいしい。常に、そうです、常に一定金額があるようにしてあるのが官房長官の金庫なわけです、うん、ところがですね、政権交代して鳩山さんたちがサミット行こうとして金庫開いたらですね、何もなかったっちゅうんですから。どうしたんですか？いや、持ってったんですよ。だどんだけ人がいいんですか。ちょっと皆さん、どうしたんですか？鳩山さん、サミットにどうやって行ったんですか？あ、自分のお金で行ったんですよ。ポケットマネー。え、そうですよ。鳩山さんだから行けたかもしれない。鳩山さんじゃなかったら無理。そうですよ。もし私がその時の内閣総理大臣、あーってなってますよ。お金一銭もないんだから。借金しかないみたいな。いや、政治家に金貸してくれるとこないですからね。まあまあ、はい、帰ってくるかどうかわかりませんみたいな。いやいやいや、恐ろしい党ですね。今さら。今。どんだけ人がいるんですか。びっくりしますわ。さすがにそれはちょっとね。はい、いや、だから、あのそういう党だということがだんだんみんな分かってきてね、もう自民党なんか何も期待できないんですよ。期待どころか自浄作用ないんだから。もともとないんだから。リクルート事件の時に自民党の政治改革大綱には企業団体献金を廃止するって書いてあるんだから。30年経って廃止してないんだから。だって廃止する前提でこういう政党交付金とかって生まれたんじゃないんですか。そうです。でもなんかむにゃむにゃうやむやにしてこんなになっちゃってますけど、はい、ね、山賊ですよね。でしょう。いや、だから鳩山さんってどんだけ人が良かったかちょうだい。ですよね。私と同じぐらいですか。はい、信じちゃう。なんで他もされないのか。その後にね、されるんじゃないか。ゼロになって出る状態にしておくこと自体が、だって空になったら補填してよって ね、そこは官僚がするところだったのかな、かなと今聞いてみました。いや、だって出ていくときと入るときと同時だから、うん、ああ、ね、出て行って入るわけだから。出ていくときに最後の最後に見ていく、1日空白があるとかじゃないから。本当に入れ替わる、
あ、本当に入れ替わりですか。行政は継続しなきゃいけないからね。じゃあ入れ替わる前に官房長官が1時間空席でしたとかないんだから、落ち逃げする前にこう張り付いてこう現場を抑えないとなそれ起こしてしまう、うん、その後どうなったんですか。その後帰ってその後は多分補填されたと思いますけどね。サミットには間に合わなかった。あ、そうですそうです。そう、何分か前に持ち出した、うん、官房長官で亡くなる人が何分か前に持ち出した。そうです。使うこともない官房長官です。はいはい。ちょっと待ってください。秘密機でもちゃもちゃもちょっと。そのお金はどうなったんですかね。持ち出したお金は。そりゃもうだって誰が持ち出したか分かるじゃないですか、大体。はい、分かってるんですよ。その人ですよ。あ、その人ですよ。その人は返さなかったんですかね。返そうじゃない。だからどんだけ人がいるんですか、この人。請求しないんですか、誰も。え、あなた、そう、持ってきちゃダメでしょ。いや、だから法的に何の問題もないわけだから。あ、そうか。要するに領収書はいらないわけだから。だから補填されなかったことがおかしいってことになるわけ、うん。持っていた、うんうん、当然持っていたことはおかしいんだけど、本当ならそこのその後亡くなったわけだから、うん、補填されなきゃいけないんだけど、それがされなかったと。点点点丸ですよ、はい、いやだから結局だからこそですね、うん、あの岸田総理が政治責任を明らかにすると、うん、こうおっしゃっていらっしゃるので、うん、でも政治責任っていうのは、うん、いろんな政治責任があるわけですよね。谷川弥一さんは議員辞職という形で政治責任を取ったわけじゃないですか。なんかいい人に思える、はい、確かに。だって谷川さんは略式起訴というのは法的処分でしょ、うん、議員辞職というのは政治責任ですからね、うん、法的処分とは関係ないから。だってご自身で決めたわけですよ、はい、その政治的決断は。略式起訴というのは刑事処分で、そこから裁あの略式裁判で刑が確定したら自動失職だけど、それは自動失職であって、議員辞職というのは自ら政治責任を明らかにしたわけですよね。すごくない。悪い人なんだけど、あの そこは潔かったな、うん、逆に他の裏金議員さんたちは、そうでしょ、黙ってます。そう、黙ってるでしょ。そうだから、誰も何にも言わないで。萩生田さんは、うん、ね、検察が私の来るところには、私のところには来ないですからと、安心してくださいと八王子市長選挙の時に言ってるわけでしょ。そうなんですか。そうですよ。いや、だから検察は来なかったかもしれないけど、政治責任はどう、うん、あの彼に取らせるのかということを岸田総理に言わさないといけないんです、うん、政治責任を明らかにすると言ったんだ、うん、言ってるんだから、うん、そういう質問をする野党議員がいない、ね、いやだからそれをね、まあ、これからでも、うん、あの野党の先生方にしていただかなければならんというふうに思うんですよね。代打で出ないとちょっとこう、まあ、間に合わない、うん、特別枠とかしてほしい、うん、願望復帰まで待ってられんの、うん、いや大丈夫大丈夫ですよ。これをあの見てるですね、あの人たちがですね、あの拡散してくれますから、うん、ねえ皆さん、そうだ、あれ、はい、もう前のウェイみたいに、ウェイしっかり100人超えしたとこで再度感染、はい、あのいつから国会にいて、あの、うんうん、あれです、あの長崎3区の山田さんが、うん、あの辞職をされた後ということになります。はい、はい、だからまだ分かりません。そうですね、はい、本当だ、皆さんちゃんとこう、はい、賛同していただいております、はいはい、ありがとうございます。私のところにですね、うん、あのご意見をお寄せいただきたいと、いろんなことを教えていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。あの裏金ならぬ裏ポイントここでしか通用しない人は、はい、すごい大量発生しますね。いやこれね、うん、フリップ持ちして質問者にささやくという作戦っていうのはですね、非常にいい作戦だと私も実は思ってるんですけど、でも質問者が勉強してないとですね、うん、あの何ささやかれてるか分かんなくなっちゃうんですよね。昔ほら、
千葉吉兆のささやくおかみって言いましたけど、結局おかみがどんだけささやいてもですね、あの若旦那がわけわかんなかったからへーってなってたわけですよね。だからなかなかこのささやき作戦っていうのはですね、あのなかなか難しいと、まあ、同じぐらいの、まあ、知識がないと、うん、はい、ってことですね。それはわかる気がするな。あとなんかどんどん質問も、うん、千葉吉兆、ね、懐かしいでしょ。川内さんの X の写真撮ってる方はプロですか？すごく素敵です。どんな写真でしたっけ？ X のプロフィールの写真で、プロフィールの写真ですか？どんなんでしたっけ？これかな。いやいや、じゃないで、ね、僕がツイッターはあの赤の赤色のヘッダーのこと、どっちだ、ささやきおかみならぬ、ささやき親父になりますか？じゃあ一緒にね、やれる人を探すっていうのが大事ですね、はい。いやだけど、うん、あのいずれにしても予算委員会はチーム、うん、チーム戦なので、うん、あのみんなで情報を共有して、あのここが問題のポイントであるということをですね、しっかりやっていくということが大事だし、うん、結局リレー質疑みたいなこともあるんですか？リレー質疑っていうか、まあ、質疑は順番に、うん、はい、やっていきます。ここまで自分を詰めるから、はい、次はここまでやってねみたいな。いや、そこはなかなか打ち合わせしても政府は思い通り答えないですから、そこは難しいところなんですよね。健太郎さんが、川内さん何時くらいに山形山に立たれておられますか？夕方ですね、はい、夕方4時からってことですかね、はい、そうですね、はい、4時から6時ぐらい、7時ぐらいとかね。おそらくこの写真を超かっこいいと言っていただきましたね。ああ、ありがとうございます、はい、どなたが、はい、あ、うちの、あの、娘です。え、娘さん、これですか？これのことかな。よくん、これですか、ヒロロさん、これ娘さんが撮ったんだそうです。すごい、かっこいい。娘さん、芸術家、ね、そうですね、はい、うん、かっこいい。この赤が似合いますよね。赤が、燃える、かっけー、1万ポイント渋、1万ポイント褒められるとちょっとね、はい、照れちゃうからね、はい、褒められると喜びます、はい、調子に乗ります、今日3回目のウェイウェイブが、写真であった、うん、いや、あの脱税はやらないのかと、脱税疑惑はやらないのかというね、政権交代さんのご質問なんですけど、うん、結局ですね、うん、あの検察は、うん、あの検察が全てを政治資金であるということで、あの刑事処分を、法的処分を判断してるんですよね。だから、あの、検察が判断した以上のことを国税は判断しないので、政府は一体だから、やっぱりそこでも一体、はい、そこまではですね、なかなか、やらないというのがですね、あの現状ではないかと。だから野党としてはですね、攻め方を本当にあの知恵を絞ってやらなければならないということなんですよね。逃げられない質問の仕方、はい、はい、いや、そのなんか、あ、最後松島さんが最後って言っちゃったけど、あ、まあ、もちろん検察審査会はあります、はい、で、野党議員だけ総務省から厳しく調べられるって本当なんですか、うん、いや、これはあの、うん、与党の先生方もですね、総務省に対して各種の報告というのはしなければなりませんのでね、うん、あのしっかり報告をするということになりますし、うん、あの野党だけということではないというふうに思います、うん、はい、はい、ということです。はい、なんかもう気がつけば1時間経ってました、ね、はい、そうですね、はい、でですね、はい、あの次の、うん、告知なんですけど2月の20日にですね、火曜日、皆さん、はい、ノートしてください。2月の20日に、19時ごろ、青山学院大学の中野先生との対談をさせていただきます。第2弾、生
はい、生配信です。生配信。2月20日19時、青山学院中野先生との対談です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ようこさん。漢字のようこさんが。間違った。相原さん。いろんな人が、はい、参道から記録していただいております。ありがとうございます。皆さん、第2弾の中野先生との対談もお楽しみに。はい。ぜひ。ぜひ。何が続くのかというか、政府に尋問の筋、これありを叩きつけてください。応援さん。ケケチョさんですね。政府に尋問の筋これありとはですね、はい、西郷南州先生が、あの、城山で挙兵をする時の言葉なんです。そうなんです。政府に尋問の筋これありと。西郷南州は野党中の野党だったんですよ。なるほど。ちなみに意味？え？もうこの人やっぱりね、権力の回しもんかもしれない。尋問の筋これあり。要するに政府に対して問いたださなければならないことがあると。だから戦うのだということを西郷南州西郷隆盛は、あの、城山で西南戦争を起こすときに、あの、発言をし、みんなを鼓舞してですね、雪の中を挙兵したと。そうなんだ。はい。はい、多分私だけじゃなかったと思う。皆さんのために聞きました。皆さん目線でね。難しいことがたまに出てきますね。はい、ゴリゴリ自民党支持の方でもね、最後何州大好きっていう人いるけど、ね、野党の中の野党って分かって好きって言ってるのかな。うん、だから、あの、分かってないんじゃないかなと思うんですね。はい。ということで最後に、ね、の脳内にセゴドのドラマのサントラが流れるっておっしゃってる方いやだから明治維新以降ね、うん、この国の政治行政っていうのはこう一貫してね、うん、戦争に負けてもね、あの、人民を支配するという方向でずっと来ているわけですが、ここでですね、やっぱり人民が権力を支配する、国民が権力を動かしていくという政治行政に変えないと大変なことになると。はい。はい。いうことをしていかなければならない。そういう意味ではですね、あの、政府に尋問の筋これありでですね、あの、西南戦争を西郷さんが起こしたように、もう一度国民の側が西南戦争を起こすと。そして今回の西南戦争は絶対に勝利しなければならない西南戦争なんですよ。はい。そういうことです。西郷さんは靖国神社に祀られていませんからと、祀られてないんですから。はい。政府にとっては逆賊なんですから。はい。今でも逆賊なんですから。だから私は西郷さんを尊敬してるんです。まあ、奄美の人をいじめたっていうのはちょっとありますけどね。はい。少しありますけど、具体的にはい、はい、ちょっと難しい、ちょっと難しい、いろんな問題があるんですけどね。はい、で、あの、ぜひ、2月20日19時、青山学院中野先生との対談キャス、ご注目をいただきたいというふうに思いますし、そうです、市議選にですね、5人の女性候補、擁立をしています。うかりさんが、うかり智恵さん、はい、ね。今日も参加していただいてます。うかりともえさん。うえー、勝ちます。うえー、勝たせてくださいと。お願いいたします。で、あの、にぎるりかさんね。はい、さらには、永谷さよこさん。そして、現職は、松尾春代さん、向井香織さん。5人女性候補を擁立をしておりますのでですね、皆さんぜひ、力を貸していただきたいと。今一生懸命、はい、あの、みんなで、はい、市民の皆様の間、はい、ご挨拶回りをさせていただいております。はい、本当に皆さんの力をよろしくお願いいたします。はい、うかりともえさん、はい、黄色、うかりともえさん、にぎるりかさん、はい、それから
永谷小夜子さん、はい、そして向江香織さん、はい、それから松尾春代さん。これですね、わざとあの女性を5人擁立したわけじゃないんですよ。これ5人のうちですね、4人非正規雇用でね、4人シングルマザーなんですよね。あの世の中の理不尽とかね、矛盾とか、あの子供を抱えてね、家借りようと思っても貸してくれないわけですから、そういう世の中の矛盾をものすごく感じてきて生きてきた、人生を生きてきた人たちで、一緒に世の中変えませんか、政治を変えませんかって言ったらですね、やりますということで、あの勇気を持って立ち上がってくれた人がこの5人だと。結果として女性ばっかりになってしまったということなんですよね。ぜひぜひお力を皆さんにお借りしたいというふうに、思います。相原さんがあの投票日の情報とかをまたアップしてくれてますので、うん、ぜひ皆さん見てください、はい、よろしくお願いします。はい、候補するってすごいですよね。そうなんです、すごいことなんです。立憲公開さんも選挙の情報ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、政治を変えるということで、はい、さん、松尾春代の情報ありがとうございます。ありがとうございます。みんなのこう本当にこうバックアップが、そう、ありがたいですね。あの、あら松尾さん、今決まってます。終わり、終わりです。終わりです。終わりです。ウェーイ。じゃあ最後みんなでウェーイで終わりますよ。最後に来てんじゃねえよ。ちょっと遅かったな。最初から見とけ。